世界一わかりやすい青鳥が現実に起こってしまう。ハンガリー U14 リーグでは2チームが得失点差を克服して優勝するためには42得点差で勝つ必要があった。結果彼らは43対1で勝利。ハンガリーサッカー連盟は本日調査を開始した。バッチバチの八百長ではロテル。ぴったりにすんなよ、50点差とかにしとけよ。42-1は美しいまでの八百長だけど、地味に8-7とかいうクッソ気になる試合あるな。八百長すぎて草。マンチェスターしての調査の前に U14 リーグの調査が行われる予定だ。正直に言って、彼らが対戦したチームは本当にゴミだった。16試合に出場し、15敗、わずか16試合で198失点を許した。確かに42ゴールが必要だったが、実は達成可能な数字だった。これを見せられると最終節を全チーム同時に行うのが本当に重要なことだとわかる。対戦相手のチームは最下位で勝ち点はマイナス174です。大借金背負っとるんか。